い、こんにちは、スレドルドと申します。集まれ動物の森、実況プレイ始めていきたいと思います。ちょっと島に怪しいやつがいたんで、ちょっと仮設トイレの方で隔離しておいたんですけども、どうやらこいつがね、動物の森で始まったイベントイースターでの、登場キャラクターらしい。こいつちょっとぴょんぴょんどっか行っちゃいそうなんでね、ここに閉じ込めておきます。見つかっちゃったみたいだね。それじゃあまずはご挨拶。いやー、こんちゃーす。新しい季節を知らせに来ました、ラッキーバニーのぴょん太郎だよ。イエーイ、ハッシュー。ちなみに着ぐるみじゃないからね。怖っ。ねえねえ、そんなことよりもうすぐイーサーだね。そう思うとなんだかウキウキしてこない。こんな時は楽しむのが一番。これからはイーサーの日まで僕と一緒に遊んじゃおうよ。今日はこっそり準備しようと思ってきただけなんだけど。まあそれはさておき、ラッキーバニーなわ、見つけちゃった。ラッキーな君には一足お先に秘密を教えてあげるね。いいかい、それじゃ行くよ。卵を探そう、卵を探そう、いろんなとこに隠されてるぞ。どこにある、どこにある、いろんな場所を探してみよう。ランランルー、わかったかな。島のあちこちに6種類の卵が隠されてるから、それを探して集めてね。建物の中とかには隠せないから、外だけを探せば大丈夫。木とか岩とか水の中、地面も空も見逃さないようにね。岩ね。それから、はい、これレシピかな。それはイースターなベッドのレシピだよ。集めて卵で作ってね。そしてそして重大発表。いろんななんか要素が多い。ヒューヒュー、何かな。なんとこの島にはイースターにちなんだ DIY レシピも隠されてるんだ。隠されたレシピはイースターの日まで毎日増えていくよ。もしも僕が隠したレシピを見つけて全種類 DIY してくれたら、スペシャルなご褒美もプレゼントというわけで、一緒にイースターを楽しもうね。やっぱこいつ怪しいなぁ。やっぱ隠しなきゃ。あ、花びら花びら、なんかいろいろ飛んでたんだよなぁ。飛んでっちゃうよ。あ、あったあったあった。6種類あるって言ってた。飛んでんなぁ。あいつがもう全部飛ばしたんだろうなぁ。あいつは何のためにこんなことをやってるんだろう。金持ちの道楽なんかね。まあ、とりあえずゲット。あ、これこれイースターじゃない。普通のやつもこの期間出るんだね。正直普通のやつの方がなんかランダムで家具もらえて嬉しかったりするんだけどね。はい、食器。イースターなリース。これをもらったのか。じゃあイースターなベッドと、はい。あと、イースターなリース。6種類か。今俺4種類ぐらい持ってるかな。空飛ぶ卵、地面の卵、魚の卵、4種類だ。ウッディの卵。あれ？これはアンディのおもちゃか？なんか今、あ、これは、ヤンマだね。ヤンマさんだね。なん、どれぐらい売れんだろうな。多分地面のやつは、これでしょ。あ、お金だ。お金だとこれ卵出なさそうだな。はいはい、お金ゲッツ。これも結構バカにできないからね。よし、オッケー。いや、魚とかも、魚とか新しい虫も捕まえながら、すげえ飛んでんな。こんなにいっぱいゲットする必要あんのかな。いや、でも全然足りなくなんだろうな。すごい種類ありそうだしね、インスタ。はい、これ空飛ぶ卵ね。ちょっと住民に挨拶もしながら、かわいそう。住民に挨拶もしながら、ありき、どんなしてんの？あ、はいはいはい。あー、くそー！今やるべきじゃなかった！え、どうした？あ、そうそう。トタケケさんのライブを開いてくれるんでしょ？僕、トタケケさんの曲は生まれる前から聴いてたからとっても大好きなんだ。そんなに昔からいるんだ。君のこと応援してるから頑張って夢を叶えてね。お客さんが休憩できるような場所を作るっていうのはどうかな？ちょっと、腰掛けながらジュースやお菓子を片手に一休みできたら幸せだよね。そうだな。ちょっと好きになってきてんだよな、リッキー。その室外機は休憩スペース。おい！俺のちょっと好きになってきてるかもなを返せ。じゃあ、花びらもゲットして、お花見スペースみたいなのも作りたい。はい、ゲット。多分、花びら何個でできたりとかもするんだろうね。あー、違います。間違えました。
くそー、ちょっと損しちゃったな、鉱石を。5倍がこの話しかけるやつはラッキーだね。簡単にできるから。雑草強化キャンペーンね。こっちにも石が、2種類ある。お、待って、植わってるじゃない。これが、あれだね、5種類目だね。まあ、全種類は簡単にこれでゲットはできそうだね。じゃあスコップで1出るか。はい、出たー。地面の卵とは、石の卵かな、なんだろう、岩の卵か。オッケーオッケーオッケー。これで全6種類はゲットしたわけですよね。間違えた。ちなみにこの後ろに柵をね、置いとくと、いちいち穴を掘らずに済むので、結構これ楽ですね。うん。はい、オッケー。じゃこっちもやろう、やっちゃおう。もう多分、いっぱい作るには、いっぱい卵がないとダメだから。あ、間違えた。危なっ。また出入りでね、俺が裏で作業することが増えるね。イースターはちょっと。まあ、極力コンプリートできるようには頑張りたいですね。あ、やった、金鉱石激レア、嬉しい。なかなか出ないんだよな。はい、今日はもうリリアンを呼んだので、今日は呼べないので、じゃちょっと6種類溜まったことをとりあえず報告して、今 DIY で何が作れるかっていうのも尋ねてみましょうかね。わかりやすくていいね、ここにいるっていうのが。いや、めっちゃ飛んでんじゃん。飛びすぎててそんなにいらねえんじゃねえかなってちょっと思っちゃうんだよな。はい、どうも。イースターは4月12日だよ。待ち遠しいよね。12日間あんのか。イースターの日になったらまたこの島に来るからよろしく。え？じゃあもう来てくれないの？僕のことはそれまで秘密だからね。ちゃんと秘密にするために隠したから。6種類集めたよ。あれ？7種類 ?1、2、3、4、5、6種類あるよね。 DIY レシピもどっかに隠されてる。空飛んでんの見たけどな。きっと1、2、3、4、5。まあ別に全部集めてこいみたいなことはないのかな。じゃあちょっと DIY を見てみましょう。これか。イースターのベッド。これベッドなんだ。イースターなリース。あーすごい！結構使うな。イースターなランプ。ウッディ。イースターなベッド。お花見セット。あーこれ10個ね。じゃ、とりあえずイースターなベッド1個作っちゃいましょうか。はい、オッケー。じゃ、イースター家具を、まあ、集めていこうっていうことなので、どうしようかな。どこかに、わかりやすい場所に置いていっちゃおうかな。じゃあ、ここにしようか。とりあえず、ここに作ったものを一種類ずつでもいいから、飾りましょう。待って！あ、ピョン吉出てる！お前何出てんだ、お前。出ていいって言ってないぞ。脱走しやがったな、あいつ。で、ちょっとこれ、また、ね、あ、花びら花びら。やること多い！やることが多いね。はい、オッケー。まあ、季節限定のやつはね、どんどんゲットしていかなきゃ。で、まだまだ、かわいいね。これは、イースター？あ、化石もちゃんとあるね。オッケーオッケー。ふん、イノコさんかわいいなぁ。あ、てっちゃんした。あ、てっちゃん何してんの？おーす、元気か、ジョリ。お話しましょう。絶好のトレーニング日和だよな。俺っちも筋肉を喜んでるぞ。筋肉のことばっか言うな。ちょっと毎日、釣りもしたいし。あ、出た出た出た。あーお前やってくれたな、お前。やってくれ、ちょっと高値でやっぱ売ってくれんだよな。これも寄贈してるから。例えばこれは高値？お、さっきゴマダラ、大ゴマダラの話してたのかしなかった？なんて美しい。高っ！え、こんな高いの？大ゴマダラって。1000円が1500円とかになってんのかな？よし、オッケー。じゃあ今日の夜は虫を捕まえまくって、
この業者から業者に売りまくるっていうのありだな。じゃこれショックなんだけど、これめちゃくちゃショックなんだけど。あー、じゃあちょっと島回って、うん、忙しい忙しい、持ち替えがもうとにかく忙しいもの。桜、こんなちっちゃいやつにも桜生えてるな。みんなもこれ動物の森の中でお花見しましょうね。外とかあんま行かない方がいいからね。リッキーもそうしてますから。でちょっと釣りとかもしつつ、多分いっぱい増えてるから、うん、回ってみよう。シンプルに、お、来た、新しいシードラ、タツノトシゴを釣り上げた子供ドラゴン、ポケットいっぱい。オッケーオッケーオッケー。じゃあこれアジでいいかな。やっぱ結構新しいのが増えてますねこれ。うん、で結構、おバッタ、あ、プレゼント、おい、これ、ね、このプレゼント特に取らなきゃいけないプレゼントだから、でこれも、この釣りのやつも、池もなんか新しいの釣れそうだから、リッキーの日向ぼっこ中にちょっと申し訳ないけど、ちょっとどんどんリッキー可愛く見えてきたんだよな、なんか最近。デシュは治ってない気がするけど、シデさんの注意でも多分治らなかったんだね。あ、勝負だ勝負だリッキー。あ、やめた、いい子。さあ、なんかいないかな。ん、なんだこれ、メダカを釣り上げた。まだ小学生だな。いや、どんどん新しいのがゲットできますね。じゃあここにイカを逃がす絶対にやっちゃいけないような気がするけど、はい、マイレージもどんどん貯めて、ちょっと最後にね、また島ガチャをねやりたいと思うんで、リリアンがね、リリアンが来てくれ、多分もうちょっとで来てくれるんだけど、まあ俺が持ってないアミモカードも山ほどあるので、まあその間にね、ちょっと他の可愛い住民もね、ランダムでゲット引きたい。そこでメープルとかもね、引けたら最高だしね。あそこの住民が来るやつは多分なんだけど、島で会う住民は確定で来てくれると思うんですよね。まあ、その代わり、アミーボカードのやつは確実ではない。何回かやんなきゃいけないみたいな感じなんだろうなとは思うんですけど。あ、これダメか。待ってね。じゃ木の枝をちょっとここに置いて、じゃまずちょっと寄贈しちゃいましょう。で島ガチャして今日は終わりって感じかな。イースターイベントもねしっかり進めておきたいんですが、おいそんなびっくりせんでも。じゃあまず、化石鑑定してもらおうかな。はい、お願いします。4つですね。まあ2個ぐらいいってほしいな。まだまだ足りてないから。はい、よし、中にはとりあえず1個はあったね。はい、1回返しますと。はい、寄贈4分の何歩だったんでしょうか。4分の2ですね、いいね。 T-REX、 ティラノサウルスの尻尾とジュラマイヤ、一体何か分かんないけどジュラマイヤさんをゲットしました。魚ちょっと一匹一匹聞こうかな。ちょっと気になるやつなんで寄贈。じゃあまずは大物のチョウザメ。はい、よろしければチョウザメについてちょっと解説いたしましょうか。はい、チョウザメはですね、およそ3億年前から存在していると言われる川の魚なんです。チョウザメなのに川の魚なんだ。確かに、なんか海と川の間で釣れたんだよね。美食家たちの間で有名なキャビアは、このチョウザメの卵なんですよ。ゴツゴツした体の印象からサメの名前がついていますが、実は一切関係ありません。とっても長生きする魚でして、一説では150歳まで生きるのだとか。すごいなぁ。俺らより長生きって、ちょっと神秘を感じますね。速攻でポケットにしまったな、あいつ。じゃあ次はメダカの学校。川の中。ちょっと絶滅危惧種とかになってそうだけどね、そろそろ。池の水抜くとかでよく見ますけど。メダカは金色の小さな体で群れて泳ぐ姿が可愛らしいですね。体がスケスケで中の組織が見えやすいため、観察用に使われたりもします。食べた餌が糞になるまでの動きとか、とても面白く私、一日中見ていられる自信があります。ちょっとお前、狂気じみてるぞ、それ。その発言やめた方がいいよ。風子とかにしたらちょっと引きますよ。じゃあ最後。
コモド、子供ドラゴンで。はい。お願いします。海馬社長ね。タツノトシゴはですね、とても不思議な形の生き物ですが、紛れもなく魚の仲間です。食えんのかな？魚のなのですが、泳ぐのはとても遅く、流れが強いと簡単に流されてしまうので、尻尾で海藻に捕まったりしのいだりします。かわいい。英語名ではシーホース、海の馬ですが、完全に肉食で、プランクトンや小魚など、突き出た口で吸い込んで食べます。まあ、ちっちゃくてそんなに食えるようなものではない感じなのかな。オッケー。じゃあちょっと最後。島ガチャで可愛い住民を呼びましょうよ。おー、株価183ベル。これ結構考えどころだな。183ベル。だってあとさ、チャンスあって4回か。売っちゃっていいんじゃねえの？あ、もうちょっとこれ、売っちゃわないとなんかまずい気がするんだよな。183ベルか。まあ、300、400とか夢見てたけど、これもう、行っちゃっていいかもしんないな。どうなんだろう。さて、旅行しにやってきました。さあ、せめてとりあえずね、メスを。あ、イースターがまだちゃんと飾られてるね。これ取っていく。おっはっはっは？なんかおしゃれキツネ。おい、おしゃれキツネって狼だらけだぞ、うちの村。え、かわいいな、あれ。え、これ当たりなのでは？どうしよう。当たりってばどうしよう、これ。いや、当たりだよね。ちょっと待って、どうやって向こう行く？ちょっと待って、これ当たりだよね、完全に。いや、春の陽気になったもんだね。めっちゃ魚いるな。かわいいな。ちょっとリリーさんと被るか。バネッサ、あらー、バネッサ足速そう。あら、はじめまして。あなたもよその島から来た人かしら。こんなところで出会うなんて奇遇ね。私バネッサっていうの。あなたはレトルトのレトルトさんね。なんだかあなたとは仲良くなれそうな気がするわ。少しの間だけどよろしくね。だわよ。だわさじゃなくてよかった。ボスボロットじゃなくてよかった。かわいいな。ちょっとこれ悩むぞ。かぶるんだよな。こういう島でのんびりしてると慌ただしい普段の生活に戻るのが嫌になっちゃうわ。あー、どうしようかな。リリーとかぶるな。バネッサかわいいな。ミニスカートだな、バネッサ。解決ゾロリだな。でも狼系3種類ってどうなんですかね。そうだね。うふ、分かってくれて嬉しいわ。あー、かわいいけど、かわいいけど我慢しよう。うん、我慢する。あ、ここでやっぱ手に入るな。これはちょっとね、我慢のしどきだと思います、これ。うん、もちろんいいんだよ。もうめちゃくちゃ可愛いと思う。相当いい。全然当たりね。そりゃあれですよ、あのパトラさんと、そりゃトレガエコプリーズ俺だってしたいんだけど、いやー、でもここでよく書いてさ、次やって全然可愛いの来ないとかさ、あると思うんだけど、いや、呼ぶべきなのか。あと住民とりあえず呼べるの3人ぐらいか。で、性格もちょっとかぶってはいないんだよな。性格もちょっと違う感じがするよね。いや、悩む。これは悩むね。いや、どうしようかな。卵。やっぱイースターは島でもできるんだね。じゃあここで稼ぐっていうのも結構ありなのかもしれんな。いやー、俺がさっきやっちゃったことはね、正しいのかどうかわかりません。あんな可愛い子にね、告白されたのにね、振るなんてありえないわけですよ。それをやっちゃったわけだからな。3号だっけな、あれ。1号、2号、1号は可愛いんですけど、あれ3号ですね。あー、くそー。3号。そう、この島に僕以外の人がいる。なんだ、君も遊びに来てるのか。はじめまして、僕は3号。君はレトルトから来たレトルトくんだね。まさかこんなところでお友達ができるなんて思わなかったよ。なんか、うりゃーちょっとなんかもう、なんか気に入らないことあったら俺のこと絶対殴るもんな、こいつ。3号。
朝、3回目です。レアな島は引くことはできませんが、可愛い住民を引きたいですね。ちょっと前、なんか、あの右のとこだけでもなんかわかるな。あんま可愛くないって。コアラかな？あー、コアラか。コアラというかドアラか。まあ、なんかちょっと珍しい島なのか、あれ、なんか。なんかさっきと形が違うね。一応ドアラに会いに行きますか。珍しい島というわけじゃないな。どんぐり。あ、はじめまして。僕、どんぐりだよ。こういう系か。もうこの系はいるからな。仲良くしません。ごめんね。はい、時代の敗北者です。今思えば、あそこでバネッサをね、誘っておけばよかったなと、どう考えても思います。明らかに可愛いもんね。でも、島を巡ったことによって、いっぱいこの、卵を集められたので、ちょっとこれ DIY で、作りましょうか。イースターの家具をね。で、結構ね、イースターの家具思いついたりもしたので、とりあえずじゃあ、イースターなランプ、イースターなリース。リースかわいいな。家に飾れんのかな、リース。はい、リース。で、他作れるやつが結構思いついたんよ。ここか。あ、すごい！地面の卵の殻。地面の卵の服。地面の卵の靴。あ、この色なのか。はあ、なるほど。葉っぱの靴とか。なるほど。岩の卵の、これ作りましょう。服。はい。もっと作る。あと、黄色のやつはちょっと全部作っちゃおうかな。せっかくだから。岩の卵の服。ほい。じゃあ、岩の卵の靴も作ろうか。仮メロ状態だな。で、あれ？中だった。下か。これ。一種類ずつ作って。オッケー。いや、でもイースター、でもまだまだ今から増えるんだろうな。季節のレシピのとこにあんのか。じゃあ、イースターなランプも、ウッディな卵。まあ、これもね、いくらでも取れると思うんで、ウッディのやつは。で、あとこれ、お花見セット。あ、一個足りねえ！くそ！あと一個だったのに。はい、DIY のやつ。いやー、誘えばよかったかなー。後悔するなー。なかなか来ないもんなんだな、可愛い子。じゃ、ここに置きましょうか。お、ちょうどいいところに来たじゃない。お花見セットもじゃあ作っちゃおうか。お花見セット作って、飾って、今日のところは終わりましょうか。イースター楽しいね。まあ、10日間ぐらいはいるので、あるので、まあ、イースターの家具ちょっとコンプリートをとりあえず目指そうかなと思います。明日特に多分イベントないよね。リリアンを誘うっていうことぐらいかな、できることって。まあ、新しい、まあ、新しい、住民を誘う以外にも、まあ、新しい魚とかゲットしたいとかもあるとは思うけど、イースターのランプ。うん。で、お花見のセットも、なんとなくここいらで置いときましょうか。お花見セットを飾る。あ、いい！あ、それっぽい！ポンジュースあるじゃん。すげえうまそう。三色団子がすげえうまそう。じゃあちょっと卵の服を身につけて終わりましょう。怪しい怪しい。捕まるよこれ。完全に捕まるこれ。イースターなリースって何なんだろう。普通に飾るようかな、家に。あ、イースターだね。やばいなこれ。どう見てもやばいな。じゃあこれも、ドアに飾るってある。はあ、ドアに飾れんだ。やったー。これって住民のドアに飾れたりもすんのかな。そういうのはあんのかね。住民の、あ、自分の家なんだね。いやー、ちょっとね、なんか優しさ出ちゃったな。
モテる要素が今溢れ出ちゃったな。ドアに飾ると、わー素晴らしい。はい、ということで、今回はこれぐらいにしておきましょう。ご視聴ありがとうございました。なかなかね、新しい住民を呼ぶっていうのは難しいです。リリアンにしても、他のね、あの島の人たちにしてもちょっとがっかりな結果になっちゃいましたが、ちょっとまあ次回リリアンをね、この島に誘致できるようにそこを頑張っていきたいと思いますが、今回はこれぐらいにしておきます。ご視聴ありがとうございました。次回に続きます。